東口改札口ホーム新加岸駅は埼玉県川越市大浅綱にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ20。川越藩の貸しとして整備された川越五加岩のうち上新菓子と下新加岩が当駅の近くで現在も大浅として残っている。また川越五加岩と同時期に江戸との河川周運のために整備された 新華岩側も、領地の東側を流れている。島式ホーム一面二線を持つ、地上駅で、京上駅舎を有している。改札街とホーム、東口と西口の間は、階段とエスカレーター、エレベーターにより連絡している。旧駅舎は、現在の位置より100メートル池袋方の、線の西側のみにあり、ホームとは、湖線橋により連絡していた。 駅東側方面から駅舎へは地下道もしくは踏切を経由する必要があった。かつて旧駅舎改札横に売店、アクセスがあったが、現駅舎への移転直前の2017年11月28日に閉店した。2018年4月17日には北千住駅に続き2駅目となる BGM 試験放送を開始、時間帯によって曲を変化している。 同年11月30日には本放送となった。2020年度の1日平均乗降人員は2241人である。近年の1日平均乗降乗車人員は下記の通り、駅前ロータリーに東部ストアがある。また、駅南側の踏切をまたいだ東側に丸広、百貨店の小型店舗、ファミリー丸広があったが、 2011年2月13日をもって閉店した。閉店後は同年4月にコモディーイダが開業している。2015年の都市計画で新加岸駅東口駅前広場と新加岸駅自由通路の整備が決定し、2017年12月に共用開始記念乗車券も発売されたが、全体的な完成は2018年3月が計画された。 2018年3月13日に東口駅前広場が共用開始され、同年4月1日からシャトルバスの乗り入れと送迎用駐車場利用が開始となった。線路回路である地下道には地元中学生らが描いた壁画がある。駅前広場整備前は駅から少し距離のある新河岸駅入口が最寄りバス停であった。ありがとうございます。